やっと今日の仕事が終わった。毎日こうも疲れちゃうとなんというかボロボロだ。日々の疲れを癒すためにもたまには酒場で飲んでみるか。どこで飲もうか、大衆酒場もいいけど今日は騒がしくないところにしよう。となると気になる酒場があったが、そこに向かおう。とりあえず赤電に乗って菊間に向かう。駅に着いたら少し歩いてみる。その先にあるのは浜松で唯一の銭湯である三好湯だ。真ん中に浴槽が一つ、その中に電気風呂とバイブラがあるだけのシンプルな風呂なんだけど、それがいいからたまに通うんだよな。400円を握りしめて早速汗を流しに行きますか。ふう、いいお風呂だった。汗を流して湯に浸かるとどうにも腹が減る。ふと視線を前にやると、あるじゃないか、飲み屋。ここは野畑焼き菊間寺。看板を見る限りだと北海道の海の幸多めのお店か。早速のれんをくぐってみる。雰囲気はまさにザ居酒屋。よく見渡すと古い店内ではありながら、掃除がかなり行き届いていてかなり綺麗。店員はおかみたった一人なのか。だとしたらそれはともかくとして、早速一杯頼んでみるか。はい、どうぞ。すげえ、ヘラできた。ビールの前にまずは冷ややっこを実食。シャキッとしたキュウリの食感と地蔵の風味が暑い夏を吹き飛ばすようだ。そしてハム。シャキッとしたレタスに粉チーズをまぶしたハムの旨味が合わさってうまい。旨味で口を潤したら生ビール。そうそう、これこれ、こういうのがいいんだよ、こういうのが。おかみの軽快なトークを聞きながら次の料理を注文する。聞くとおかみは北海道出身で、いろいろあって一人で経営するのが楽なんだそう。あ、次の料理が来たぞ。このサバは能登のサバだそう。日本海の旨味はどんなものなんだろうか。実食。お、ふっくらとしたサバからは旨味があふれ、みりんの甘みとのベストマッチで飛びそうだ。やばい、ビールが止まらん。サバを食べ終わるタイミングでビールも終わっちゃったから、ハイボールでも頼むか。ハイボールはそのままドン。出るもんかと思ったが、これは本格的だ。自分で入れて混ぜて飲む。いいじゃないか。舌鼓を打ってると北の国のししゃもが到来。見るからにパンパンなししゃも。食ってみると、あふれんばかりの卵が口いっぱいに広がってうまいぞ。おかみのおすすめは醤油がけスタイル。いつも食べてるのもうまいけど、これは醤油の味が卵のうまみにコクを与えて一段とうまい。これが日本海と北の国のパワー。静岡県民、乾杯。ごちそうさまでした。掃除も接客も何十年もやりくりしてきたおかみさん、それゆえに一切妥協のない最高の料理を出し続けるのはまさにどさんこパワー。だからこそ地元に愛され続けるのだと実感するばかりだ。いいところだったな。またいつか来よう。